馬にいながら未だかって見た試しがない。嘘でしょ。出てた看板だ。もうちょい行けば着いた。うまっ。おちょっとちょっといてくっさ。ずるいずるい。なんか出てきた。どうもぐるぐるです。どうもよろしくお願いします。今回は、はい、前回と同じく、はい、新原村の奥地小池沼っていう沼、沼、うん、そこでまあ生物多様性の調査の一環として、はい、まあどういう生き物がいるか、はい、調査しに行きましょう。はい、わ、はい、かりました。まず小池沼を探して、はい、そこから、生き物を探したいな。はい、わかりました。で、個人的には、探したい生き物がいて、はい、うん。タガメ。タガメ。タガメ。ゲンゴロウ。あ、ゲンゴロウ。あ、よかった。俺、どうせカッパとか言われるんだと思った。ゲンゴロウ、はい、あとなんか貴重なカエルみたいな。あ、でタガメとゲンゴロウについては、はい、群馬にいながら未だかって見た試しがない。そうっすか。大きいやつよ。ちゃんとしたゲンゴロウだよ、はい、緑色の、はいはい、見た時ある？子供の時。俺もちっちゃい時ならある。最近はないな。だそれがいたらいいな。あ、でも時期的に怪しいけどね。あ、いろいろじゃあ見つけてみよう。うん。じゃあ手で素手ですか。まあ網とか用意したね。ああ、もう。トモはちゃんとね、これも装着して。はい、あ、タカちゃん、マサシの救命道具忘れてた。あ、き、あ、俺あるんすか。ある。やっぱあるでしょ。あるよね。ある。俺だけこれなのね。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいでしょ、完全に。ちょっとリュックよ。おかしいでしょ。はい、こういう感じ。あ、でもちゃんと喋れる。ヘルメットにしてもトモとのラック格差がひどいでしょ、これ。そうかな。俺ならそっちがいい。マジっすか。うん、だって軽そうだしさ。軽いし、うん、まあ確かに空気。俺なんかごわついちゃってる、うん。ちょっと後ろ向いて。はい。気に入ってんじゃん。いや、気に入っちゃったの。うわ、超まともなんだけど、超まともなんだけど。あ、はい。見せて、そう、完全そうな。はい。なんか乗ってこねえな。本当にいいっすか。いいよ、だって。溺れたらどうすんだよ。いや、溺れたら困るけどさ。だってこっちは空気入ってるけど、こっち入ってないからね。え、潰れてるってこと？潰れてますよ。本当だ。まあでも大丈夫か。1個ぐらい入ってる。1個ぐらい。でもこうなるっすよ、絶対こうなる。今小池沼を探してるんだけど、場所がわからない。で、川の向こうってことなんでしょ。うん、こっち側なんだよね。でも行く道がない。この道の方を右に行ってるって。
もうちょっと先行ってみて。今迷子中です。あー出てた看板が。もうちょい行けばよかったんだ ね、 あるあるある。池沼マジ川を。あー大丈夫な。水きれいだね。本当アトラクションだね。ね。小屋の手前のところに今草が刈ってないから、あそこで回れるような仕掛けにはなってるんだけど。はい。うん、この小屋かな。そうだね。小池沼着きました。この小屋が目印で。ただちょっとイメージしてた沼とはちょっと違う。違うっていうか、これ沼っすかね。さっき道路を舗装してた小池さんに聞いたら、まあ、昼がすごいっていう話と、沼と言っても、沼？沼？とりあえず、はい、まず沼を探そう。一応ここ小池沼ってあるんだけど、はい、矢印の方何もないから、ちょっとそっち行って。そっち。うん。はい。こっちでしょ。あそこの緑のところは違うのかな。あそこだ、あ、何もないっすよ。沼じゃないっすね。沼じゃない。はい。矢印あっちで、あそこに小屋があるから、うん、あっちだと思うんだよな。じゃあこっち。あ、ちょっと待ってください。すげえ、俺のメットよりいいっすよね、これ。あ。これ伝説のメットっすかね。これは、いいね。さっきのおじさんのかな。うん、ちょっと怒られてたの、うん、これ交換しといたら。これを渡れるからって入ってくるとバーッと出ちゃうから、うん、それだけ気をつけて。はい、そう、死亡事故起きてるから。あ、そうなんです。ジャンプのことですかね。よっしゃー、タカちゃん何がいるかな。すごいね、自然が。もう山に囲まれた沼。ちょっと乗ってみよう。じゃあ後ろに虫がこもあるから。待って、網網。生物調査だからね、トモ。はい、遊びじゃないよ。わかりました。もうすでにこの藻が、藻の中になんかいそうだね。楽しそうだな。なんか浮いてる。葉っぱだ、葉っぱ。あ、取れた。なんだこれ。
伝説のあれじゃない？パパ痛い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 。あ、まだいるの？あ、ちょっと待って、あ、やったこれ。お、何、土壌かね。土壌だと思う。けど3匹。3匹。これをすげえ言ってた友達が、これがいるんだよ、絶滅寸前の土壌が。絶滅寸前の土壌。絶対来た。今なんか来た。来た。ない。どうも。ちょ貸して。はい。猫いいやん。いやいや、本当に何にも意外に取れないんですよ。珍しいどんぐりだったかも。見からわっちゃう。はい、ちょっと待って、これそうじゃない、これそうじゃないと思う。来たよ。おお、でっけー。来たよ。来た。最後の最後で。あ、なんかでかいのが取れたっぽい。よっしゃ。こんなの見たことない。はい。うわー、やった。お疲れさん。やったね。やった。じゃあちょっと中身をね。うわ。あ、確かになんかいろいろいるね。種類的にはなんかこの種類。でっかい貝、サザエみたいな。これ大使って、なんか横に線が入ってるんですよね。縦に。縦西くん？なんとか土壌なんかね、これ。なんとか土壌。なんだろうね。あ、これがね。思いきがいい。種類が。土壌。土壌。小池沼。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日ね、取れたのがね、少なかったけど、はい、土壌がちょっと貴重な土壌なのかな、もしかしてそれはね。土壌でも今は見ないもんね。調べてみないと分かんないけど、ちょっと谷みたいな書いてる土壌と。ヤゴみたいなのがあって、ちょっともうね、探してたゲンゴロウとかタガメはちょっと見れなかったんだけど、ちょっと時期的な問題もあるかもしれないから、夏にやろう。はい、ね、はい、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。どうぞ。やったね。なんだ、やった。出汁が出とるの。あ、すいません、俺かぶったね。あ、クリハメハ。